こんにちは、ギャンブラーヒカルです。現在なんですけど、これ何のトーナメントかな？何かのトーナメントで4位以内に入ると15ドルの、これ賞金かな？トーナメントチケットがもらえるんかな？ MTT チケット、トーナメントチケットがもらえるというものに参加しています。どうしようかな、これ。で、なんと、現在1位です。で、今回検証したいのは、もう、めちゃくちゃタイトにプレイしたら、現在1位の状態だと、インマネすることができるのかどうかということにね、検証していきたいと思います。もう基本、フォールド、で、インマネできるのと。そこを俺はちょっと調べたいんで、今回ね、もう超固くプレイしていきたいと思います。超固くプレイしていくと、みんながだんだん、フォールドしていって、俺が4位以内に入るのか。入ってほしい。ということでね、やっていきたいと思います。と言いながらもね、やっぱいいカードが来たらね、プレイしたいと思うんですけども、できるだけハンドレンジは狭めにやっていきます。どれぐらいみんな今平均はどれぐらい持ってるんやろうな。一応2つのテーブルで現在行われてて、俺はまあ、この1つ目のテーブルで1位です。あ、2位になってしまった。ってことはもう1つのテーブルで 43BB 以上持ってる人がいるんだ。このテーブルでまあ、2、4、5人か。1位か2位になればいいということやな。ああ、でも、38BB もいるし、32BB もいるしで、まあ、簡単に1位、2位にはまだなれないか。まあ、いいカードが来るのをね、待ちたいと思います。これなー。まあ、俺も参加していきましょうか。どうやろう。微妙やけど無理に戦うと、ボコボコにされそうなんで、ここはホールドしていきます。うわ、これは、一回ぐらいコールしといた方がよかったよな。これみんながフォールドすれば、俺はベットで参加していきます。うわ、すごい。5BB 来た。諦めときましょう。うわ、でもあっという間に1位やったのが、あっという間に3位まで下がってしまいました。うわ、危な。みんなめっちゃいいカード持ってるやん。あっという間に3位まで下がるというね。まだまだ、これはダメなんかもしれんな。おっしゃー、一時的に1位やーと思ったけど、すぐに順位下がってくるし、これはまだフォールドで勝てるほど甘くはなさそうです。まあ、でも 40BB もあるんでね、20BB ぐらいまでは、無理せずに行きたいな。無理せず手堅く行きましょう。無理せず手堅くフォールドで。それぞれのプレイヤーを分析していきたいんやけど、まだまだそこまで分析する能力が俺にはないんよな。このプレイヤーはめちゃくちゃ参加率高いよな。50%以上です。50%以上。リンプインで参加してるからかな。参加率めちゃくちゃ高い。あとは、
なんか数字的に特徴的、特徴のある人いるかな？特徴のある人。チェックレイズは打ちませんよという。あとは、スリーベットもかなり打つ。チェックレイズはしないけど、スリーベットはめっちゃするよというプレイヤー。これ何？ 40% の人もいれば20、27%、9%の人もいるな。この人2%めっちゃ低いやん。あ、スリーベットか。スリーベットは基本、打たないよっていう人やな、これは。Fold to three bet。でも、スリーベットを打たれたときは、この人は、まあ、降りないよと。フォールドトゥースリーベット。スリーベットでフォールドする確率は9%。ほぼ降りへん。この人なんてスリーベットに対して絶対降りへん。0%。絶対コールする状態です。ギャンブラーヒカルも見ていきましょう。俺も降りへんのかい。俺もフォールドトゥースリーベットに対して降りないみたいやこれ、スリーベッドに降りない人、俺とか、この KK さんとかは、スリーベッドでのブラフはいらないと。ブラフはするなと。ギャンヒカとかこいつにすると危険だと。本当に強いやつでスリーベッドをすると、ギャンヒカとか、この KK さんからは搾取することができるということです。降りへんもんな、俺ら。自分的にはスリーベッド普通に降りてるイメージがあんねんけど、降りてないよな。うわ、相手もジャックスか。ジャックスじゃねえや。ジャックのスリーカードか。となんやかんや言ってる間に、どんどんじわ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 と順位が下がってきてます。やっぱし1位にいるからといって、ずっとフォールドしてると、これは勝てないみたいです。すでに4位まで下がってしまいました。全然ダメだね。1位だからと油断してると、どん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 順位下がっていきます。全然インマネはできない。ということで、どこかでしっかりと勝負する必要はありそうです。もう5位まで下がってきた。ということで、常に勝ち続ける必要はあるようです。全然。厳しいなあ。あら、伊丹さん残念。うんこ投げてます。怒ってます。俺も伊丹さんにうんこ投げられた一回。めっちゃ怒ってる伊丹さん。ということで、まだまだ参加していかないといけないんでね。これで、
誰もレーズしてなかったら、俺はレーズで参加していきましょう。なんか一人いつものリンプインの人がいるけど、これは無視して、ベットしていきます。さあ、これはどうするか。まあ、普通にコールしていきましょう。厳しい状況だ。なんか揃ってくれると嬉しいけど、ワンペアか。まあ、フォールドはしないな。さあ、相手はどうだ？どうした？無事勝つことができました。リンプインマンを倒す。しかし、リンプインマンは、あ、今回フォールドか。なんとかね、この1回勝つことができたんで、順位また2位まで戻すことができました。ブラインドのスピードはめちゃくちゃゆっくりやな。5分ごとに上がっていくんか。5分ごとに上がっていくということは、まあ無理にガンガンベットする必要もないか。どっかでいいカード来るやろ。ほら、いいカード来た。いいカード来ましたよ。打倒リンプインマンや。さあ、俺もコールしていきましょう。一応俺が有利だ。有利だ。頼む。よっしゃ。さあ、あれ？あれ？マジか。キングと2ペアのせいで勝てなかった。せっかくのチャンスが。あれでまた勝ってたら1位まで戻ったのにな。残念。77のせいや。77と最後のエースのせいか。残念。オールインすごいな。あの、ラビットでゲームが終わった後にカードを見るっていうのはどういう意味があるんだ？あ、クソ、買ってたとか、あ、よかった、参加しなくてとか、そういう気持ちになれるんだか。577。参加ハンドではないし、やめとこう。すごいな。キムさんめっちゃ攻めるやん。24BB もあるのにオールイン攻めやん。ガンガン攻めてます。まあ、なんでね、キムさんはオールインレンジが広そうなんで、キムさんがオールインしたときは 24BB だけど、俺いいカード持ってたら恐れずにね、コールしていこうかなと思います。クイーンズ強っ。さあ、残り12人となりました。まだまだインマネまでは先が遠い。
でも、あと1回オールイン勝負で、相手も 20BB ぐらい持ってて、勝てば、インマネが見えてくる。あ、ついに、リンプインマンは退場か。今回ついにリンプインマンも負けてしまいました。さあ、残り11人となりました。イメージ的にはまあ5人、2、4、5人いるんで、このうちの3人が退場するイメージか。うわぁ、このベッドはきついわ。いやぁ、これに負けてしまったんで、少し順位は下げそうやな。5位まで下がってしまいました。フォールドしたら俺は参加していきます。あずたさんが。アズタさんね、ホールドしたんで、ここは普通にレイズでいきます。うわぁ、相手オールイン来た。この人よくオールインするよなぁ。いやぁ、でもここはまあ勝負するところではないし、諦めましょう。やられました、オールインマンに。キムさん、マジオールインしてくるなぁ。ここはブラフオールインでいきましょう。まだまだね、これ勝たないと4位以内は入れない。なんで勝負はどんどんしていかないといけない。どっかでね、まだ勝つ必要があります。よし、ブラフオールイン成功です。いや、これは強いね。こんな強い人たちと戦わなくてよかった。おっしゃ、ここはラッキー。ああ、96はね、微妙なんでやめときます。これは参加していきましょう。またオールイン来た。何なのこのオールイン。今回は勝負していくか。毎回毎回。ホールドしても仕方ないもんな。俺の方が強いん？じゃあ相手めっちゃ強いよ。あ、フルハウス。でも、オールインマンのハンドはやっぱしそこまで強いわけではなかったな。これは普通にレーズいきましょう。
よし、これは勝ちました。さあ、残り5人が飛べばインマネです。さあ、ここは恐れずにベットしていきましょう。ベッド来い、ベッド。おっしゃー。ここはね、オールインできます。まあ、相手もコールするしかないしな。残り 2BB しかないな。よし、無事勝つことができました。相手ストレート狙いか。ストレートやったのか、今。危なかったな。現在2位です。テーブルは、お、ファイナルテーブルとなりました。これファイナルテーブルやん。で、あと4人飛べば、いいんやけど、まだ結構みんなチップ持ってるよな。チップ危なそうなのは、この KK さんと、ヤスゴメズさん。ここら辺はちょっと早いうちにオールインしてくるやろうけど。他はまだみんな余裕があるんよな。もちろんここはホールドです。KK さん粘る。オールイン成功です。みんなフォールドして。お願い、フォールドして。やばいやばいやばい。繋がらん。ターネット復活してくれました。まだギリギリ2位はキープできてるようです。いけいけ。よし、ナイスコール。うわー、相手強いな。エースクイーンか。まあ、でもエースジャック、俺もコールしてしまうわ。これはきついな。これはコールでいきましょう。いや、これレーズ来るとき、ベッド来ると厳しいな。どうしようかな。相手13じゃない、キング持ってるかな。BB やろ。まあまあな、もう、これコールぐらいしましょう。いや、キング持ってたら普通ベットしてこないか？なんで、ベットします。おっしゃー。おー、 A シーズでフォールド。マジでか。いや、ごめん、そんな強いカード、ごめん、ごめんなさい。え、なんで A シーズでフォールドするん？俺のベッドってそんなに強気に見えたん？ごめん。
え、マジで A シーズ、今オールインやろ、あそこは。あ、でもキングも、やっぱあのベッドはキングを持ってると判断したんかな。ごめんなさい、俺全然キングなんてないね。いや、ごめん、俺ブラフやと思ってたわ。いや、めっちゃごめんなさいって感じよな。俺のベッドをキングを持ってると思ってくれたの、ありがとう。危なかった、俺あれで終わるとこやったよ、ゲーム。あそこで相手がレーズしてきたら、ついつい向きになって俺コールしてしまうもんな、で負けるというパターン。あそこでな、レーズあった時にフォールドちゃんとできるようになればいいんやけども、ブラフでベッド、ほぼグラフでベットしてるわけやもんな。うん、いやー、またあそこは運に助けられた。この安雲さんは、まあ、多分うまいんやろな。うまいからこそあそこでフォールドするという。A シーズでフォールドはできないわ。長年の勘がこいつはキングを持ってるぞとそう思わせたんでしょうか。うわー、これもきついな。さあ、残り3人が、3人、まあでもここの、1、2、3人が飛ぶのを待つという作戦、全然 OK のような気がするな。なんで無理せずに、ここはフォールドで行きましょう。この3人に退場していただきましょう。うわ、これは、エース5いいの来たなぁ。これはコールするしかないやろう。お前もコールするんかい。KK 君がコールするんやったら俺わざわざ、フォールドでもよかったで。マジでか。マジでか。俺フラッシュ来たよ。フラッシュ来たで。ずっとコールしちゃおう。最後ベットするよ。最後はベットするよ。半分で。よし。残り2人となりました。もうこれフォールだけでいいやろ。俺フォールドするわ、ずっと。ここ今の時点のファイナルテーブルでの1位は大きいよな。ここでなんかミスして4位以内に入らん方が痛い。だって6人であと2人やろ。あと2人、ここでもし1人退場してくれたら。なんてやねん、なんで勝つかなー。おい、勝つかよ、ここで。さあ、また新しいオールインプレイヤーが出てきました。ここで誰かがコールして、KK さんコールしてほしいな。そしたらどちらかがもう、リタイアしそう。これはリタイアやろ。ということで、残り1人になりました。いや、これは大きい。これは、バブルに入ります。ずっとフォールドでいいやろ、これは。ここの3人のうちの誰かが退場してくれるのを待つのみ。もちろん A シーズとかキングスが出れば、勝負するけど、
いや、これはまあ参加はするやろ。無理はしないけど、揃ってたら参加するけど、まあこっから先そこまで無理はせんとこう。あ、俺か。まあ、1位の人とな、バシバシ打ち合っても仕方がないんで、ここはやめときましょう。ここはもうどうしようかな。プレッシャーかけて、いや、でも参加ハンドではないしな。でもまあ、プレッシャーかけていきましょう。なかなかコールしにくいよな、ここにはバブル段階では。特に、9BB やん、この人。7BB っていうことは、ここで負けると、さようならになっちゃうやん。やっぱ 7BB の人を意識して結構フォールドしてくるんじゃないかな。ここは普通にホールドでいきましょう。この 8BB の人と 6BB の人がどこでオールインするかってドキドキしてくるやんな。うわ、ここは負けられ、お、来た。終わるか。おっと、ここは痛い。このプレイヤー、多分このプレイヤーがベストしたらみんなコールするんじゃないかな。まあ、コールしときましょう。コールしろ、コールしろ。みんなコールしよう。オールインとかここで空気読めよ。オールインとかすんなよ。まあ、みんなチェックで行くやろ、ここは。チェックで回して、この KK さんが退場するのを狙うと。ベットするなよ。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。みんなわかってる。やることが分かってる。ここは KK さんに勝たせないことが大切やからな。別に無理に俺らで勝負する必要はないんやけど、ベットするなよ、ボケ。トライアム、トライアム、空気読めよ。何しとんねん。もうしょうがないなぁ。あ、フラッシュか。フラッシュか。これならまあしゃあないな。ということで、無事、インマネしました。15ドルチケット獲得です。今回、トーナメントの中盤で1位だった場合、その後、フォールドし続けても、インマネすることができるのかという検証でした。まあ、すぐにね、2位、3位、4位ってね、フォールドすると、順位が下がっていきます。なので、中盤1位だからといって、インマネするのは、難しいです。やはりちょこちょこ勝ち続ける必要があります。皆さんもね、中盤に1位だからといって、まあ、油断せずにね、その後もチャンスをしっかり掴んでいくことがインマネするコツなんだなと今回思いました。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ギャンブラーヒカルでした。